はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ十二獅子の開局という最強カードがね、遊戯王マスターデュオに解禁されるということで、まだまだ禁止カードなんですけども、これ3枚使えるようになりますよということで、これはですね、まあ、ある程度環境に影響を与えそうだなと思っていて、この、開局の今日はギミックの解説と、あとそれから相性がいいデッキをいくつか考えてきたのでご紹介していきたいなというふうに、思っております。この 12C の開局がそもそも何をするかという話を最初にするんですけども、まずですね、一番の効果は一旦一度しか使用できないということで、これね、もともとねすごい出張性能が高くて、このカードもう本当に12獅子入れてないデッキがないぐらいのあの感じのカードで、出張性の高すぎて禁止になっちゃったカードなんだよね、これで。1番2番ありまして、1番目の効果、自分のフィールドの表側表示のカードを1枚対象としてこの効果を発動できると、このカードをそのカードを破壊してデッキから12獅子モンスター1体を特殊ができる。これあの自分もね対象に取って破壊することもできるので、開局自身をあの叩き割ってデッキから12獅子モンスターを出すってことになるわけですよ。だからあ、ちなみに12獅子っていうのはレベルがあの4なんですけど、基本的にはだからレベル4の、まあ、12獅子モンスターをデッキから、特殊召喚できるカードってことです。だから召喚権を使わずにレベル4を用意できる。で、12獅子モンスターっていうのは、まあ、上に重ねられるね、あのこういうね効果がありますんでね、その12獅子はあのなんかエクシーズしなくても並べなくてもあの上に乗ると乗ってインチキエクシーズができるんで、まあ、これで、まあ、あのドランシアとかを出していくみたいな、ね、動きできるんですけども、これが可能で、2番目の効果でこのカードが効果で破壊されると、自分のフィールドの、12獅子エクシーズモンスターって対象に墓地のこのカードそのエクシーズモンスターの下に重ねてエクシーズとするという効果がありますよというところですね。で、まあ、1番の効果で基本的には12獅子モンスターをデッキから出してくるということができまして、これでね出してくるまずあのモンスターで、強いのはいくつかいて、例えば、バイパー、これは、素材に、しているもともとの指導が獣戦士族のエクシーズモンスター、これは以下の効果を得るということで、相手のモンスターと戦闘を行ったダメージ計算後に相手モンスターを除外するとか、あとそれからこの、ラムっていうモンスターですね、これはこのカードを対象とする相手のトラップカードの効果で、要は無限包容みたいな、ああいうカードの効果を一応無効にできますよみたいな感じの効果になっています。まあ、この辺ですかね。あとはまあ一応サラブレードとかもあのいるんですけども、まあ、あの12獅子をたくさん入れるデッキであれば、この12獅子のサラブレードの手札を1枚捨てて、だから12獅子を捨てて1枚ドローするっていう効果が後々生きてくることもありますよみたいな感じですね。で、まあ真骨頂はやっぱりその12獅子を出してきて、まあ簡単に12獅子モンスターが出せるというところで、こいつの強いところってね、まあ主に3個あると思ってるんですよ、僕は。主に3個。まず簡単なのは、そのデッキから出してきたモンスターが妨害になること。はい。妨害になることっていうのはどういうことかっていうと、ドランシアっていうモンスターを出せるんですけども、まあ、ドランシアはこれ1ターンに1度、このカードの素材を1個取り除いてフィールドの表側表示のカードを破壊できますと、フリーチェーンで。この2番の方がね。だからこれが使えるんで、単純にこいつを引けばプラス1妨害が増えるってことなんですよ。はい。これめちゃくちゃ強いですよね。で、もう一つ。もう一つは、アーゼウスが出しやすいってこと、高校で。あのね、十二獅子って上にどんどん重ねていくことができて、で、しかもダイレクトタックができるモンスターがいるわけですよ。ワイルドボーっていう。だから、まあ、適当にその十二獅子モンスター出してワイルドボーでダイレクトタックしてから、なんかそのワイルドボーの上にめちゃくちゃいっぱいモンスターを重ねて、で、アーゼウスを出すと。すると、こいつら今のところ全部使えるんで、一応6素材のアーゼウスが爆誕する。モンスター効果を一切使わずに6素材のアーゼウスが出るんですよ。これはたまったもんじゃないですよね。マジで高校まくり能力高くなります、多分。このギミックを採用すればね。それから、もう一個。もう一個は、ドランシアが出るってことは、誘発が避けれるってことです。あれ、これフリーチェーンで表側のカード破壊できるんですけど、これ自分のカードも破壊できるんで、フリーチェーンで。だから、例えば、まあ、ドランシアを出しておいて、開局でね。出しておいて、で、あの横で、例えばなんか、モンスター展開しますわ。なんか、何らかのモンスター。ラビリフスでもいいけど、なんでもいいけど。中のモンスター出してきました。この、アリアンナ召喚、つって。アリアンナ効果って言ったときに、じゃあ無限包容とかエフェクトベラーみたいなの飛んできましたと。そしたら、アリアンナ自身をドランシアで破壊することによって、誘発をケアできるんですね。はい。こういうね、使い方が、まあ、めちゃくちゃ強いと思います。で、この出張ギミック、一応最初出張させる場合は、まあ多分ね、2枚とか、まあその、開局1枚と、なんか、12獅子モンスター1枚みたいな感じですね。最初だったら。
で、エクストラデッキにドランシア1枚みたいな。だからまあ 2-1 で最小ギミックは一応成立します。でまあ最大っていうか、まあ基本的にはこれをまあ2枚か3枚積んで、ジュニシジモンスターも 2枚ぐらい入れて、でエクストラデッキにこんだけ入れるっていう感じになると思うんで、まあ5-5 とかになるんですよ、集中させるとなると。一応一番強い使い方するとね。そうするとちょっとね、メインギミック、メインデッキの中の枠とエクストラデッキの中の枠、これを結構圧迫するんですね。だから逆に言うと、この十二獅子のギミックを採用できるデッキっていうのは、ある程度メインデッキおよびエクストラデッキに余裕があるデッキ、これが一番相性がいいと思ってまして。で出張ギミックの弱点も一応ねお話ししておかないといけないなと思うんですけども、まずですね、やっぱりね、誘発を打たれると結構痛いっていうのがあって、まず増殖する G ですね、増殖する G がかなり重くなります。12C の開局から入った場合、まあ 12C 出してきてドランシア重ねるが一応妨害用意できるんですけど、これ2枚ドローさしちゃうんですよ。これで、まあ、一応1妨害一応用意できるんですけど、まあ、ちょっと重いですよね。それから、まあ、特殊召喚を2回挟んでるんで、そこからメインギミックを展開した時に、ニビルとかこの辺をね踏んじゃうっていうことですね。これも、まあ、結構痛いので、まあその脳死で詰める、まあギミックかと言われるとちょっと怪しいところはもしかしたらあるかもしれないなというふうには思ってます。それから、さっき言ったようにその枠を圧迫するっていう点ですね、メインギミック、メインデッキとエクストラデッキの枠をめちゃくちゃ圧迫するという点、まあ、この、まあ、デメリットがあることを理解した上で、それでも、まあ、採用できるなという判断をするデッキにおいては、採用できればいいんじゃないかなというふうに思いますね。さっき言ったようにメインギミック、メインデッキとエクストラデッキの枠を、まあ、そこまで使わないデッキは何なのかって話なんですけども、まあ一応ね、相性がいいデッキを僕なりに考えてちょっと、発表していきたい。まずですね、エクストラデッキ一応最初1枚できるんで、ドランシア1枚できるんで、軍艦ですね。これはね相性いいと思います。なんでかっていうと、開局でドランシアが出せるってことは、未来利用がめちゃくちゃ出しやすくなるんですよね。未来利用が正直その軍艦的のエースオンサーというのは過言ではないのでね、なので、まあ、このギミックを採用、まあ、ランク4デッキだったら、まあ、多分さすがに入れた方がいいかなっていう気はしてますね、はい。で同じ理由でこのトリオンの小悪魔、まあ、ちょっとね小悪魔デッキはねエクストラデッキの枠とかが結構きついっちゃきついんですよ。なんでちょっと採用できるかどうかちょっと分かんないんですけど、ランク4が成立するってことは結局その、フレシアが出せるってことなんですよね。フレシアねえや、なんだっけ、シトリスだ、シトリスが出せるってことなんですね。でシトリスが出せるってことは、小悪魔ギミックに触れるってことなんで、まあ、レベル4が特殊召喚できる、かつそのレベル4を妨害に変えられるっていうのは多分かなり強いと思うので、まあ、エクストラ的に枠があれば採用できるんじゃないかなというふうに思います。それから、まあ、サブテラーみたいな、こういうなんかエクストラ大して使わねえし、まあ別に引いたら引いたカードが1妨害になってくれたらそれは嬉しいなみたいなテーマであれば、もう余裕で採用できると思うし、まあ損保、戦火の中損保、戦火デッキはね、あれ天気を採用できるんですね。で天気を採用できるってどういうことかっていうと、悪カードを用意できるんですよ。悪カードを用意できると何が起きるかっていうと、ね十二獅子ってね、ライカっていう、まあ、その墓地から十二獅子モンスターを特殊召喚できるみたいなモンスターがいるんですけども、このね効果は墓地に十二獅子がいないと発動できなくて、表側のカードがね存在しているとまず一発目でそのドランシアでなんか表側のカード割るじゃないですか、まあ、天気とか割るじゃないですか。そうすると墓地にね素材が取り除かれて十二獅子が行くんですね。そうするとライカの効果で、そのモンスターを蘇生できるんで、そうするとモンスターが2体並ぶんですよ。なんかライカプラス十二獅子っていうモンスターになるんで、あとモンスター2体並ぶってことはアナコンダとかができるってことなんですよ。最近ね結構ねマスターデュエルの方では、まあ、ベルデアナコンダの出張が結構、まあ、にぎわっていて、これで楽園融合をねぶち込むっていうね、この集中パーツがめちゃめちゃ強いと言われてるんですが、まあ、まだあのコーナー生きてるからね。だからこれがね採用できるっていうのも強いところですね。だからそういう動きができるから多分ね戦火デッキとかは炎武天気が採用できる関係上強いと思う。同じ理由なんですけども、このトライブリゲード
もうあの同じように天気が採用できるデッキじゃないですか。フラクトール持ってこれるし、まあ、フラクトールも持ってるんだったら、モルモラと持ってきたりとかしてもいいしね。だからそういう動きができるんで、あのトライブリゲードも相性がいい。トライブリゲードはね、もともとその獣戦士族、獣族、鳥獣族しかリンクスワインにできないみたいなテーマなんですけども、基本的にはね、なんですけども、これ獣戦士族なんですね。獣人獅子がだから獣人鉄獣はもともと強かったんですけど、ま、割とね、まあ、またより強くなるんじゃないかなと思います。はい、あとはまあランク4という意味でスプリガンズはですね、そのスプリガンズ、メリーメーカーっていうこのモンスターが出せれば基本的に動けるんですよ。なんでメリーメーカーレベル 4×2 なんですよね。だからレベル4が出力できる、開局、これはさすがに強いと思います。まあ、こっからね、あの大暴れできるから、こっから、ギガンテックチャンピオンサルガスとか出してね、大暴れできるんで、これめっちゃ強いと思いますね。それから、ホープ、まあ、ホープはね、多分ね、ここまでで、12C を全部採用できないとは思うんだけど、ドランシアとかは普通に採用できると思うし、まあ、開局でドランシア出してきて、そのドランシアをランク、そのナンバーズ以外のランク4として扱って未来竜王みたいなことができると思うんで、これもね、多分ね、強いと思いますね、個人的には。はい、それから、まあ、スケアクローですね。スケアクローはまあもともとね、そのインボーカーっていう、ミッシングエクステイバーインボーカーっていうあのモンスターがあの出しやすくてレベル3が2台並ぶから、こっからまあ12指出してきて、まあドランシアにつなげるっていう動き以上あったんですけども、もともとね、もともとあったんですけども、さらにこの開局が来たことによって、まあ単純に素引きでモンスター一体用意できると。スケアクローってトライヒハートっていうモンスターがあのモンスターここはまず3体で作れるんで、なんかリンク素材が足んなかったらこれで追加してあげれば一応出るんでね、まあ、そういうあの意味でも強いかなというふうに思ってますね。はい、それからね、多分ねこれ一番なんか相性いいんじゃないかなと思ってるんですけども、バンキッシュソウルラゼンを要するバンキストデッキ、これなんでかっていうと、バンキッシュソウルってあれじゃないですか、エクストラデッキの枠結構余るでしょ。言うてメインギミックで戦うデッキじゃないですか基本的には。まあ、バンキッシュ6個バンキッシャーがいるぐらいなんで、あのエクストラデッキめちゃくちゃ余ってるんですよね。だからまずそもそも相性がいいっていうのと、あとね、地属性なんですよ、モルモラットとかが。だから引いても地属性見せれるんですよね。結構地属性ってやっぱあのフェンリルとかあの採用してたと思うんですけども、フェンリルプラス、モルモラットとか採用すればさらに地属性を供給しやすくなって、まあ効果バンバン使っていけるんじゃないかなと思うんで、これめちゃくちゃ強いと思います。はい、それからね、まあ、クシャトリアですね。はい、これ召喚権使わないんでこのテーマなんで、しかもエクシー縛り入るんですけど、基本的にはパワーピアスとかでね。エクシー縛り入っても、大丈夫じゃないですか。エクシーゾースターだから。12指示が。だから、普通に妨害が追加できるというところで、いつもの通りの展開に、さらにドランシアも並んでるみたいなことができるから、まあ普通に強いんじゃないかなというふうに思いますね。はい。それからね、エクストラデッキを使わないっていう意味では、まあ未完工。まあこの辺も、まあ引いたカードが妨害になってくれたら、まあ嬉しいなと思ったので、まあ普通に未完工もまあ、ありじゃないかなと。ああいう風に思います。はい、あとさっき言ったけどラビリンスもね、結構ね相性いいと思うんですよね。これアナコンダができるように、結構なるんで、なんか、後ろのトラッププラスミラージェイドみたいな妨害の構え方ができるんですよね。最近なんか本当にね、ミラージェイドのこのギミック採用してる結構多くて、ラビリンスからもうこれ飛んでくるんですよ。これめちゃくちゃ強いらしいです。なんかとある非公式大会ではなんかありえない連勝を稼いで優勝したらしいんで、そのアナコンダギミックを採用したラビレンスデッキが。なので、まあ、そういう意味ではこのデッキも相性いいんじゃないかなというところですね。まあ、一応ちょっとざっと喋っちゃったんですけども、ざっとね、他にもねたくさん相性いいデッキはあると思います。はい、なのでちょっとぜひですね、皆さんコメントで何かこのデッキも強そうっすよみたいなのがあればね、教えていただけるととてもありがたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。新環境どうなるか分かりませんが、開局はさすがに強いと思うので、まあ皆さんもね、ぜひ注目してみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ、ね。